はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またね、グランドキリンシリーズが、出ましたんで、また買いました。確かこれセブンイレブンで限定で売ってるかな。グランドキリンのビタースイートです。原材料に乳糖を加えて醸造しました。と書いてあります。原材料が麦芽とホップと糖類、括弧乳糖。アルコール度数 5.5%。なんだこれ。麦の香ばしさと優しい甘みにホップのほのかな苦み。ゆっくりと時間をかけて楽しむ香り高い一本。一手間かけたホップを発酵中に漬け込み、複雑な香味を引き出すキリンビール独自のディップホップ製法を採用。だそうです。まあ、よくわからないけど。ビタースイート。なんか矛盾してる気がする。まあいいや。乾杯。あ。ん?うん。いや、言うてに言うてそこまで苦味はないぞ。そこまであの苦味はない。苦味っていうよりホップの香りか。なんかちょっと、口当たりが結構、ビターなような気はするんだけど。あれ?っていう。あれ?なんか苦いような気がしたんだけど、あれ?実際、喉を通るあたりにはもう苦味が消えていて。でも、これ味っていうよりは香りの方ですね。これはこのグランドキリンはかなり香りに重点を置いてる。香りが非常に強い。まあでも個人的にホップフルーティーが一番うまかったかな。ホップフルーティーが一番うまかったね。グランドキリンはね。麦芽にこだわった甘く香ばしく香るグランドキリン。麦芽の使用方法を工夫することで実現した香ばしい香りと優しい甘み。さらにディップホップ製法によって引き出されたアメリカンカスケードホープの甘い香りとほのかな苦味が調和し、今までにない深みある、香味を実現しました。なんか、すんげえスッキリしてるな、これな。コクがほとんどないぞ。コクがほとんどないですね。なんか、口当たりの、いわゆる上辺だけの味だけが、最初口に含んで、ちょっと苦いかなって思ったら、実は苦くなくて、っていう感じでもう即、スッと、味が、スッと消える。ので、一体何だったんだっていう。結構さっぱりした。口当たりだけ見るとすごい重いような味なんだけど、
後に残んないね、これはね。ずっと消える。まあでも個人的に緑色が一番うまかったかな。緑色が一番うまかったね。グランドキリ。ホップフルーティーめちゃくちゃうまかった。これは正直言うて微妙。微妙。ああ。微妙。結構、グランドキリンシリーズって、コクが強かったりするのが多いんだけど、これだけなんかやけにさっぱりしてる。やけに、キレがある。キレだけは、一品ですね。一丁前に、キレだけは、非常に、ある。けど、反面、コクがない。あと、苦味もないですね。甘い感じですね、若干。若干甘めの、方の部類の、ビールですね。まあ、これ値段200、いくらすんだ、これ。230円ぐらいすんだ、これ。高い。大体。まあ、これは買うことはねえな。これは今後買うことはないでしょう。ビタースイートって、ビターって書いてあるけど、別に苦くはないんだよな。むしろ甘い方ですね。まあ、グランドキリン。ね、ホップフルーティー以外はなんか、ゴミみたいな、あれでしたね。個人的に。個人的になんか、グランドキリンシリーズ。微妙だな、これな、って。なんか微妙だったな。なんかこう、無駄に、プレミアム感を、煽って買わせようとするのはいいんだけど、実際飲んでみると全然大したことないっていう。この瓶とかも無駄にね、ワンウェイ瓶使って、無駄になんか、高級感を煽っている割に別に、飲んでみると、普通に、はい、恵比寿の方石ですって。恵比寿の方が全然うまいわーっていうオチですね。やっぱり日本のビールだと恵比寿が最強だな。時点でハートランドか、現行品だと恵比寿とハートランド。あとギネス。まあ、ギネスはあんまり買える値段じゃないから、あれはある程度、俺の中だと、高級品なんで、買えないんで、あれはまあ、置いとくとしても。エビスとハートランドの、二強かな？あと、
プレミアムモルツは微妙だしな。そんなとこっすかね。二強ですね。俺の中だとビールは。普通に買える値段の範疇としては、エビスと、ハートランド。ハートランドも高いんだよな。あれさ、600、大瓶発売してくれよ。何度も言うけど。あれ、大瓶発売してくれれば、お前、俺買う、毎月買うのに、あれ、ワンケースで。あれ、うまいんだよ。ハートランド。最近また飲んだんだけど、うまい。うますぎる、あれは。ハートランド。あれ、なんてうまいんだ。プレミアムビール。まあ、一応あれ、プレミアムビールっていう感じなのかな。わかんないけめちゃくちゃうめえよ、コクは、あんまりないですね、これはね。甘みが結構あって、香りがまあ、あって、総合的にまあ、微妙。2443で少視聴ありがとうございました。